エコスポーツ TV をご覧の皆様、どうも、えー、お酒を飲むと普段よりちょっと喋れなくなるとボールサイモナラカチです。はいということで、えー、今回はですねファジアーノのはいご紹介になりまーす。ということで前節がですねこのオミアアルディーチャと、えーとエタウェイでナックファイブ ですね、アウェーで対戦して1対1のドローでしたね、まあ、格上と思われる大宮にですね先制されるんですが後半早々に上条選手のゴールで追いついてなんとかあの勝ち点1を持って帰ったという形になりますねその前の試合は松本山がでこちらも上条選手のゴールで勝ったんですが好調、まあ、維持してるんじゃないでしょうかね。はい、ということで次はですね9日の水曜日東京ヴェルディーさんとホームシティライトスタジアムで。 対戦がありますねぜひ皆さんで応援していきたいと思います。ということでですねファジアーノの,のイベントをやってるんですがはいこれはですね9月の全試合のゴール数ですねが出てるんですが今んとこはい1011で2点取ってるんでこれが最後終わった時にですね合計得点がはい例えば10点取ってたら10月11日イレブンの日は。 10倍ポイントというふうになっていますんでですね是非こちらも活用してくださいということで、えー、と8月は6点取ってるんで、えー、9月の11日は6倍ポイントになりますんで是非ですねはい11デ活用して購入いただければポイントがたくさん貯まりますんでよろしくお願いします、はい、なのでファジーノのゴール数にも是非注目していただきたいと思います 頑張れ、ファジアの岡山、ま、ベルギー戦頑張れ。以上です。